私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。桜井翔、相葉雅紀 W 結婚、祝福裏に垣間見える嵐への諦めファン離れ。9月28日、ジャニーズ事務所の公式サイトにて結婚を同時発表した、嵐の桜井翔と相葉雅紀。お相手は、桜井が慶応大学時代の同級生、相葉は1歳年上の関西出身の女性と報じられており、双方一般人。公式サイトに桜井はこれからも応援していただけるよう、自分のやるべきことに真摯に向き合い、精一杯取り組んでまいります。相葉もこれからの人生も、みんな様と共に一生懸命生きていこうと思いますとコメントを寄せている。これを受け、ファンからは一斉に祝福の声が上がったわけだが、ジャニーズで国民的アイドルグループのメンバー、しかも前代未聞の2人同時の結婚という割には、ショックとの声は意外にも少ない。ほとんどがびっくりしたけど本当に良かった幸せな家庭を築いてください奥様もきっと素敵な方なんだろうといった声で、ロスに陥った落胆や、結婚相手へのひがみなどはほぼ見られませんね、ネットウォッチャー。これには桜井、相葉がそれぞれ39歳、38歳と、すでに40歳目前という年齢も影響しているのかもしれないが、こんな指摘もある。昨年末から活動休止となっている嵐は、二宮和也が19年に結婚、大野智が芸能活動から離れ、二宮や松本潤は俳優業に軸を置き始めている。ここでの活動が増える中で、NHK での東京五輪ナビゲーターでの再結成を熱望する声も上がっていましたが、結局は桜井と相葉の2人のみでした。そうしたことから、嵐自体へのある種の諦めとともに、キング&プリンスなどへのファン移動が起きているといいます。桜井、相葉が結婚したところで悲鳴があまり出ないのも、不思議ではありません。芸能ライター。やはり、お幸せに。のファンの声は、本心からのものなのだろう。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。